どうも、西村慎也です。西子ダッシュチャンネル。私ですね、以前にカレー大使館というカレー屋さんで館長をやっておりました。まあ店長っていう意味なんですけどね。まあ大使館なんで館長と名乗ってたんですけども。まあそのカレー大使館というカレー屋さんがかなり特殊なカレー屋さんで、レトルトカレーがこう壁一面にずらっと100種類ぐらい並んでいる。オリジナルカレーも出してたんですけども、レトルトカレーもそこでも食べることができるし、買って持って帰ることもできるというちょっと変わった、もやもやサマーズさんなんかもそれこそ取材に来ていただいたり、あとぶらり途中下車の旅とか、ガイアの夜明けとか、そういった番組もですね、訪れていただいたカレー大使館という、以前浅草の隣のね、蔵前という駅にあったカレー屋さんでですね、まあそもそもそのきっかけとなったのはですね、ブログでずっとレトルトカレーを食べては記事をアップしてたっていう時期がありまして、全国にいろんな種類のレトルトカレーがあるんだなということをある時知って、ツイッターブログとかにアップしてたら、シュノーケルというバンドを僕はやってるんですけども、そのライブの時にですね、レトルトカレーこんなのもありましたよみたいな感じで持ってきてくださる方がたくさん増えてですね。それでいろんなレトルトカレーにさらに出会うことができて、最近はなかなか新たなレトルトカレーに出会いを求めてっていうことをしてなかったので、この YouTube の動画の中でですね、いろんなレトルトカレーを食べてお伝えしたいなと。ちょっと食レポみたいなことですよね。食レポちょっと上手にできるかわかりませんが、ちょっとやってみたいなと思ってます。まあ、いきなりそのね、めちゃめちゃ変わり種から行くっていうことでもなく、とりあえずいろいろですね、いただいた中のですね、最初はこれ行ってみたいと思います。じゃじゃん、カルディさんのスパイシービーフカレー、こちら誕生日祝いにいただきました。スパイシービーフカレー、結構ね、レトルトカレーの楽しいのはパッケージもすごくね、それぞれ特色が出てて面白かったりするんですよ。はい、これはとってもなんかおしゃれな感じのパッケージになってますね。カルディさんっぽい。スパイシーさって何でしょう。この疑問をとことん追求し、厳選した10種の香辛料のみでスパイシーさを表現しました。口の中で広がる力強いスパイス感、コクと辛さのしっかりとした大人のカレーに仕上げました、ということで、今回はこのカルディさんのスパイシービーフカレー食べてみたいと思います。まずはお湯を沸かしましょう。これね、蓋をするとね、お湯が早く沸きます。あとあれですね、忘れずにご飯を炊きましょう。この蓋をですね、蓋を開けます。じゃじゃん、意外とこうね、書いてあるんですよね、スパイシービーフカレー。これカレー大使館の時すごい助かりました。いっぺんにこういろんな種類が頼まれた時にどれがどれか分かんなくなるんで、まあ、なかなかいっぺんにレトルトカレー温めるっていうこともね、機会少ないですけど。お湯が沸いたらですね、必ず封を切らずに、開けずに投入します。今回は5分から7分。はい、というわけで5分から7分、約今5分経ったところですので、そろそろご飯を継ぎたいと思います。はい、こんな感じでご飯が継げました。こちらのスプーンもですね、ファンの方にいただいたカレー専用スプーン、こちらで食べたいと思います。さあ、できましたね。で、火を止めて、火傷しないように気をつけてください。いきます。
おお。結構具が上の方に残ってたりするんで、しっかりもったいないので出してください。ただ熱いのでやけどに気をつけてください。と、じゃじゃーん。ちょっとピッてなっちゃったけど、できました。はい、というわけで出来上がりました。こちらカルディさんのスパイシービーフカレー、こんな感じです。あー、垂れる垂れるめちゃくちゃいい匂い。結構これ辛口とかそういうの書いてないけど、結構辛いのかも。結構ね、色も濃い感じ。めちゃくちゃ大人の味ですね、本当に。でも甘みもちゃんと中にあるんですよ。このお肉がまたね、結構ちゃんとゴロゴロとしたお肉が入っております。めちゃくちゃ柔らかい。北とかって本当にレベル高いんですよね。お店で食べるカレーと家で温めて食べるカレーがなんか差がなくなってきてる気がする。本当にめちゃくちゃ美味しい。10種類の香辛料だけを厳選してっていうのがやっぱ味噌なんでしょうね。すごく口の中でいろんな辛さが弾ける感じ。いい感じにお肉の甘さが中和して、うんうん、あと炒め玉ねぎ、個人的にすっごい玉ねぎめちゃくちゃ炒めてあるやつが好きで、玉ねぎのほんと辛みなくなって甘み出てきてるやつもうできるだけ飴色にっていうのが好きなんですけど、多分完全にこれはそのタイプですね。結構スパイシーなんですけど、これ多分辛いのダメっていう人もこれいけると思います。僕も結構辛いのダメなんですけど、これは全然辛口の中でもいけるタイプの辛口。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。なんか辛口の中にも多分いろんな種類の辛口あると思うんですけど、スパイス好きの人とかはどういう風に味わうのかな、すごい気になる。ぜひ試してほしいです、このスパイシービーフカレー。上品なんだけどちゃんとスパイス効いてて、でも辛いの苦手な人にもちゃんとお肉の甘みとかで中和されて、すごいいい感じにいろんな人を受け入れてくれるカレーですね。美味しかったです。カルディのスパイシービーフカレー、ぜひぜひお試しあれ。ということで、以上西村慎也でした。ごちそうさまでした。